さん、こんにちは。第98代内閣総理大臣である安倍晋三さん、凶弾において亡くなられ、多くの国民が悲しみに包まれました。そんな安倍晋三元首相の奥さんである昭恵夫人、家庭内野党として数々の逸話や武勇伝を持っています。そこで今回は昭恵夫人の不倫事件や首相の遺産の使い道、子供がいない理由についてご紹介していきたいと思います。ではまず昭恵夫人の簡単なプロフィールをご紹介します。父親は森永製菓の5代目社長、電通に入社して新聞雑誌局で勤務し、職場の上司の紹介で安倍晋三と出会い、1987年6月に結婚されます。また1998年から2002年にかけて下関の FM ラジオでアッキー名義でパーソナリティを務めました。晋三さんが1993年に政界入り後は、昭恵さんは夫人として夫を支えていました。そんな中、睦ましい夫婦でしたが、まさかの仰天不倫疑惑が持ち上がっていました。2015年8月下旬の深夜、南青山の会員制バーで泥酔状態の昭恵夫人が電話でロックアーティストの布袋寅泰さんを呼び出したといいます。呼んじゃった、今から彼来るって、うふふと言い、そのわずか10分後に布袋さんは駆けつけたといいます。そこで昭恵夫人は布袋さんにしなだれかかり、首に腕を絡ませ、肩に頭を乗せ、首筋にキスをしたといいます。周囲には昭恵夫人の仕事関係者や一般客のいる場での出来事でした。実際はもっと濃厚なシーンや会話もあったと言われますが、夫人ということで週刊誌が自主規制でソフトにしたのではないかという話も流れています。深夜2時、昭恵夫人は SP に連れられ無事ご帰還したようですが、この不倫報道が出た際には夫である安倍首相も激怒し離婚危機と思いきや、安倍首相は報道されるすでに前に知っていたようです。知っていた中で黙秘を続けていました。安倍夫婦はこれまでも様々な局面で対局にありました。憲法改正を目指し原発再稼働に邁進し、辺野古移転を強行し嫌感を煽る夫安倍首相に対し、昭恵夫人は護憲、反原発、親韓、反基地と政治信条は真逆、さらにそうした自らの主義主張や家庭内での安倍首相の様子を昭恵夫人は積極的にメディアで語り、夫の反対を押し切り居酒屋渦を経営し、自らの講演や慈善活動に邁進していました。ところがそんな夫人に対し、夫の安倍首相はといえばそれをいさめるわけでもなく、事実上黙認してきました。こういう態度が実は懐が深い。妻を自由に行動させ自ら掲げた女性が輝く社会を実践しているなどと安倍首相の高評価につながった部分もあります。安倍夫妻の関係はもはや仮面夫婦であり、夫は妻の行動を全く把握できていませんでした。だからこそ妻の昭恵夫人はそれを十分承知の上で、連日深夜まで外出し、講演活動や著名人たちとの交友など自らの予定を優先していました。実際女性セブンには安倍首相の日常についてこんな記述があります。公務を終えて私邸に直帰した安倍首相は、同居する母親の陽子さんの部屋でくつろぎ、趣味の DVD 鑑賞をして妻の帰りを待たずに寝るという。また永田町ではこんな見方がずっと流れていました。安倍さんはそもそも女性に興味がない、奥さんとも全く夫婦生活がないと言われていました。ただ政治家という立場上、夫婦を演じているだけではないかという噂はかなり前から流れていましたね、とのことです。第二次安倍政権になって夫人がメディアに引っ張りだこになったことでエスカレートし、安倍夫妻は仮面夫婦どころか家庭崩壊状態になっていると言われていました。近年では新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、外出自粛の要請が発令。そんな中、安倍昭恵夫人は大分県に旅行へ行っていたことが発覚しました。しかも旦那である安倍晋三首相が外出自粛の要請を呼びかけた次の日でした。その安倍昭恵さんのあまりにも非常識で空気を読めない言動や行動から、発達障害なのではと言われています。発達障害とは生まれつき脳の発達に障害があることの総称であり、
幼児のうちから症状が現れてくることがほとんどで、対人関係やコミュニケーションに問題を抱えたり、落ち着きがなかったり、仕事や家事をうまくこなせなかったりと、人によって症状は様々です。しかし、阿部昭恵さんは発達障害には当てはまらないと思われます。確かに興味のあるものは深く突き詰め、興味のないものには全く無関心というところは当てはまるのかもしれませんが、阿部昭恵さんの無神経な言動は想像力の欠如ではないかと言われています。阿部昭恵さんのように想像力が欠如している方は罪悪感を持ち合わせていないことが多く、当然後悔も反省もできないと言われています。一時的に後悔や反省したような素振りを見せても、また同じようなことを繰り返すという特徴があります。ネット上で阿部昭恵さんを調べると、精神疾患というワードが出てきます。精神疾患とは、脳の働きの変化によって感情や行動などに著しい偏りが見られる状態のことです。統合失調症やうつ病、双極性障害などが挙げられます。きっと阿部昭恵さんの空気読めない無神経ぶりから精神的に問題があるのではと疑われたものだと思います。では次に、昭恵夫人の首相の遺産の使い道についてご紹介します。安倍首相が一周忌を迎えた現在、壮大なある計画の実現に向けて邁進しているといいます。安倍さんが亡くなった直後から、昭恵さんはしんちゃんが生きた証を残したい、彼が政治の世界で残した功績をみんなの目に触れる形でまとめたいと、周囲に心臓記念館建設の夢を語っていました。下関、長門、東京、奈良など複数の候補地が上がっているようですが、昭恵さんがいっそ3カ所に建てたいと真顔で発言し、周囲を唖然とさせたこともあったようです。実現すれば昭恵さんは名誉館長に就任するのではないかと言われています、と阿部家の知人が語っています。記念館を3カ所に建てるとは前代未聞ですが、当然ながら建設には莫大な費用がかかります。地元支援者はこう口を濁しています。昭恵さんが安倍さんから相続した遺産は少なく見積もっても3億円はあるのではと試算されています。また安倍さんの政治団体にも約2億5000万円のお金が残っていると報じられました。記念館を1つ建てるくらいなら可能かもしれませんが、3つとなるとさすがに安倍家の土地や墓があり、今も支援者たちが墓守りを続ける山口県長門市も建設候補地の一つですが、安倍氏が長く事務所を構えてきた下関氏が最初の候補になりそうだといいます。30年以上も事務所を構えた下関と安倍さんの関係は深いと言われており、記念館建設となれば下関氏が運営管理に加わるのではという噂もあるようです。記念館は各国の要人からのプレゼントや安倍政権ゆかりの品が中心になると言われています。だが問題は建設費用や展示品だけではなく、多額のランニングコストだと言います。昭恵さんは入館料を取って運営したいと計画しているようですが、大勢のリピーターがいるとは考えにくく、下関氏が運営に関わるという話もトーンダウンしているようです。生前から不祥不随とはいかなかった安倍家の夫婦関係、昭恵夫人の心臓記念館構想を戦下の安倍氏はどんな思いで見守っているのでしょうか。では次に、子供がいない理由と隠し子の噂や養子縁組をしなかった理由をご紹介します。安倍晋三元首相と安倍昭恵さんの間に子供はいません。安倍晋三元首相と安倍昭恵さんの間に子供がいない理由は、安倍昭恵さんが不妊症だったからです。安倍晋三元首相と安倍昭恵さんは若い頃に子供は自然と妊娠するだろうと考えて生活していたそうです。ところが結婚して数年経っても子供ができる気配がなく、安倍晋三元首相と安倍昭恵さんは病院で検査を受けました。病院の検査結果により、安倍昭恵さんが子供ができにくい不妊症であることが分かりました。安倍晋三元首相と安倍昭恵夫妻は不妊治療のも通いましたが、子供を産むことは叶いませんでした。安倍晋三元首相は政治家一家の家系に生まれ、後継者を望まれる立場にありました。安倍昭恵さんは政治家の妻として周囲から後継を産まなければならない
というプレッシャーを感じていた時期もあったそうです。一部の安倍晋三元首相の後援者から子供が授かれないことで安倍家の嫁として失格だと批判されたこともあったのだとか。これらのことは2016年の雑誌のインタビューで「このない人生」が特集され、安倍昭恵さん自身が不妊症のことやプレッシャーについて語られていました。子供がいなかったことから安倍晋三元首相の後継者はどうなるんだと一部の週刊誌が騒いだ時期がありました。過去に週刊誌には安倍晋三にはホステスとの間に隠し子がいると報じられたこともあります。その内容とは、安倍晋三元首相が一流のホステスと親密な関係になった、安倍晋三元首相が秘書官だった頃に銀座で出会った女性、女性が博多にクラブをオープンした、博多のホステスとの間に子供ができたため出産させたというものでした。しかし安倍晋三元首相がはっきりと事実を否定したことで話題が収束しました。報道された記事は事実ではなかったことから削除されたため現在読むことはできません。また2人は養子縁組の選択肢も考えた時期があったそうです。安倍昭恵さんはそこまでする必要があるのかなと疑問に思い、養子の子一人に全てを捧げるよりも違うことをやるべきなのかもと感じたことから養子縁組はしない決断をしたそうです。そして安倍昭恵さんは子供のいない人生を歩むことを決め、ミャンマーやバングラディッシュでの学習の場を広げる支援などに尽力しています。安倍昭恵さんは困難な状況にいる子供にとって生きていく希望になることを人生の生き方に選んだのですね。いかがでしたか。今回は昭恵夫人の不倫事件や首相の遺産の使い道、子供がいない理由についてご紹介していきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。